電車の中に自転車を持ち込んで移動できるサイクルトレインの実証実験が JR 筑肥線で始まりました。普段より遠い土地に自転車で移動しサイクリング、その魅力を原武アナウンサーが実際に体験してきました。サイクリングで景色を楽しみたいけれども帰り道がしんどい、そのような方のための自転車を乗せて電車に乗れるサイクルトレインの実証実験が始まっています。先週土曜日に JR 筑肥線で始まったのは、自転車をそのまま乗せて走る専用列車サイクルトレインです。この実証実験は駅周辺の観光客の増加などを目的に、国の補助金を利用し福岡県糸島市と唐津市 JR などが進めています。福岡県を走る西鉄や和歌山県を走る紀伊国線などですでに行われているこの取り組み、近年増えているサイクリスト向けに普段走らないような遠くの土地へ自転車ごと移動しサイクリングを楽しんでもらおうと全国で広がっています。実はもう前原から朝乗りまして、虹の松原まで行って、それからちょっと知り合いとちょっと会って、来て乗って帰ろうか、乗って行って走って帰ろうかっていうことが、しやすくなったと思いますよ。今までは自転車は解体して輪行袋という専用の袋に入れなくてはなりません。慣れていても10分はかかります。しかも10キロもある自転車を抱えて移動しなければなりません。やっぱりだからこのそのまま輪行袋を乗せずに行けるっていうのはすごく魅力はあるんですよ。乗車中は指定のベルトで自転車を電車に固定します。ベルトのおかげで倒れる心配がないっていうのも一番いいんですけど、他のお客さんもみんな自転車乗せてるので気を使う必要がないっていうのが一番いいですね。サイクルトレインはスポーツタイプはもちろん、いわゆるママチャリでの利用も可能です。家族連れであったりとかですね、観光客のお客、観光されるお客様がですね、こう気軽にこう自転車に乗っていただいて、普段ですね、こう列車から降りて歩きではですね、こうなかなか訪れることができないようなところが、そういったこう新たなスポットとかをですね、見つけていただく、まあ、いい機会になればと思っております。サイクルトレインは乗車賃のほかに利用料として1500円が必要ですが、固定用のベルトを返却すると1000円返却されます。運行期間は来年1月14日まで毎週土日祝日。 JR 筑肥線の唐津駅と筑前前原の区間を1日に往復3本運行します。利用者にアンケート調査をしてリピーターの増加につなげたいとしていますが、来年度以降の運行については現時点では未定となっています。